はいどうも、ウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルです。ということでですね、今日も一緒に学んでいきましょう。さあ、今日のテーマはこちらなんですけども、ワードプレスで見出しをデザインをですね、自由自在に変える方法という内容になっております。まあ、どのテーマでもせせん、見出しデザインを自由に変更できる CSS、まあ、カスタム CSS のですね、簡単な使い方の解説というふうになっております。まあ、あの、見出しのデザインってですね、えーと、変えたいけどなかなか難しかったり、変えるのがわからなかったりするじゃないですか。ね この見出し、デザインを簡単に変える方法というのをですね。まあ,あのやっていこうと思います。まあ、css はね。少しできた方がいいです。 ただまあできなそうですね。CSS はね、少しできた方がいいんですけども、できない方もね、えー、と見出しデザインぐらいは変えたいなと、他はいろいろ変えれなくても見出しぐらいは、どうにか自分の好きなものにしたいってね、思ってらっしゃる方もいると思うんですよ。まあそういう方のね、何か参考になればな、なんてこともですね、今回は思っております。ではですね、こちら、ね、簡単な自己紹介を載せておきますので、興味がある方はですね、見られておいてください。ということでですね、今回もダッシュボードに行ってみたいと思います。 はい。ではですね、今回こちら、ね、WebPandaCafe というね、サイトをね、いつも使ってるんですけども、このサイトの中で、ここ、ちょっと見てみますね。こういうね、H1 タグっていう見出しですね。ここは H2 というですね、あの、中見出し、中見出し、中見出しですね。と、込み出しまで入ったようなサイト。この見出しをですね、変えていこうと思います。まずですね、 あのー、まあ、Google Chrome というですね、ブラウザを使っているっていうことが前提になりますので、ぜひですね、Google Chrome というブラウザを使ってください。まだね、Google Chrome 使われてない方はですね、あの、ま、ウェブサイト作っていく上でめちゃくちゃ便利がいいので、あのー、Google Chrome って検索してね、ダウンロードしておいて、あの、そのブラウザを使うようにしていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。で、ここですね、えー、っと、3つ出し方があります。まず、ここで右クリックします。 ね。で、右クリックして検証を押すとですね、右側に検証結果が出てくるんですよ。これで、ね、デベロッパーツールっていう風に言いまして、あの、ここでね、開発する人とかがね、この場所を使っていくんですよ。で、ここを今回は使います。ね。えっ、ー、と、ここで、まずじゃあ、このね、中身出し、ね、書いていこうと思います。ここ。えー、Google デベロッパーツールを開くと、ここに2つ、ね、ボタンが出るんですよ。 右側のボタンはスマホ用のね画面がね見れたりするようなボタンです左側のボタンがこれ今回使うのはこれですこの左側のボタンを使ってじゃあですね見出しを合わせると H の2って書いてあってですねカラーフォントとかなんかいろいろ出てくるんですけどもこれをクリックしますねまだクリックしてない状態ですここでこれをクリックすると 右側が変わります右側のどこが変わるのかっていうと上が HTML でここにね中身出しのとこが青い線がついてますねで下下に行くとここが CSS なんですよここで今回のこれは H の2とですねメインセクションタイトルという名前がついたものに対してボーダーが黒で入ってるよ ね、でこのねドットメインセクションタイトル h にまあ一緒ですねはいここに対してパディングとボーダーとボーダーボトムが入ってるよっていう風なデザインになってますじゃあ仮にこのボーダートップカラーを外しますね外すと青になりますねそのでこっちのボーダーボトムも外しますねそうするとなくなりますボトムも外すとなくなります シンプルなデザインがいい方は、こういう風な形になったりとかですねで。ここで要はね、触れます。ちょっと太くしてやれということで。ゴンとね、ゴン太のトップのね、あの、見出しデザインになったりとか。ね、いろいろここでね、触れるんです。で、これを使います。これを使うんですけども、まず、 で、ね、H の2でもいいと思うんですが、まあメインセクションタイトルでもいいんでしょうね。ちょっと両方持ってきてみますね。ここをコピーします。コピー。コピーですね。で、コピーが終わったら、これを、ここのですね、ダッシュボードの中の外観のカスタマイズ。 の追加 CSS というところに入れます。まあ、このテーマでは追加 CSS 真ん中あたりにあるんですけれども、基本的にね、下の方にある、一番下とかにあることが多いんじゃないかなというふうに思います。でね、ここを押します。押すとですね、空のところが出てきます。で、これ追加 CSS と言って、あの、今のデザインを変えるんじゃなくて、今のデザインに上書きをして、デザインをちょっと自分のしたいようにしていくというふうなあのものです。 でここにですね先ほどの入れますねバンってはい先ほどのこうやって入れるともうここ変わってるの分かりますかこれをこういう風にねこういう風にですね変わってますじゃあ仮にじゃあボーダーを今回ですね なしにしたいなというふうに思った場合は、消すんじゃなくて、ボーダートップでね、ノーンっていうふうに入れてあげるんです。ね。で、ボーダーボトムもノーン。なしよってことですね。なしよってしてあげます。で、フォントはこれでいいかなとか、ただフォント太くしたいなーなんて思った場合には、フォント、ウェイトボールド ななんてていうのを入れてあげるとですすね太くなりますこうやって見出しを変えていくことができます。でこれですね H3 の場合は H3 をクリックしてあげてそこに出てくる CSS を見て変えてあげるというふうな形になります。これだけでね変えれるので是非やってみてください。でさらに今回はですねここで公開しますねすいません公開して見てみると。 無事ね、変わってるのが確認できるかと思います。まあ、さらに今回は、これをね、自由自在に、初心者の方でも、というふうなのが今回のテーマなので、ここからですね、見出しデザインでね、検索します。見出しデザイン。 はい、見出しデザインでね検索すると、まあ、大体この2つがね上の方に出てくるんですよでねこれどっちもね個人的にすごく好きなサイトですこの左このサイトはねサルワカっていうねサイトでここのサイトにですねこうずらずらずらとですね見出しデザインが載ってるんですよじゃあこのちょっと簡単そうなこのデザインにしてみますね 行動表示っていう風に押すと、こういう風に出てきます。まあ、あのコメントでね、背景色変えるとこだよとかですね、文字の余白だよとか書いてくれてるので、とても親切ですね。じゃあこれをですね、ここから持ってくると、H の1になってしまいますので、この中身だけ持ってきます。中身。これをですね、先ほどの カスタム CSS ですね。外観のカスタマイズ。これあの、コテーマ使ってる方は、コテーマのスタイルシートに入れてもらっても大丈夫なんですけども、今回はね、ちょっとね、簡単にということのテーマだったんで、こちらのカスタム CSS を使っております。ここ、入れてみますね。消して入れてもいいんですが、消すとね、ちょっとね、難しい時もあるので、とりあえずちょっと追加でね、入れときます。でパディングだけがね、 被ってるでしょ同じパディングパディングって書いてるでしょこういう時はねパディングは消してあげてもいいかもしれないですね公開しますそうするとはい変わってますねこの2つ ね、どうにかね CSS できない方もどうにかこの辺のね使い方だけちょっと覚えるとどんなデザインでも持ってくることができるので、あのー、すごくね便利がいいかと思いますもう少し難しいやつも持ってきてみますねあじゃあ今度はもう一個のねこれジャジャーンっていうねこれ最近ねすごく磨けてめちゃくちゃいいんですよね CSS がね超優秀なのがいっぱいあるんですよこっちも そうですね何か面白そうなやつ入れてみますねうまくいくか分かんないですけどこれねちょっと難しそうなやつになってくるとね、あのー、うまくいかなかったりするかもしれないので初心者寄りじゃないかもしれないってことですねあこの辺いいんじゃないですかねちょうど、ね、背景がグラデーションのものを持ってきてみようということでここねグラデーション持ってきてみます手順は一緒ですね まあこの手順ね何回もやりますねそしたらね覚えやすいですもんねここ、まあ、先ほどのこれぐらいは消しときましょうかせめてねでここに貼り付けてあげる後悔するちょっと面倒なのでね2つに分けますじゃん変わりましたね こんな感じです、はい、これを使ってですねぜひあの自分の好きなデザインにしてもらえたらなというふうに思いますでデザインのポイントなんですけどもこういうふうにまずは H2 だけとかねこういうふうになっているやつ選んであげるといいです、えー、とそう言っても分かりにくいですよね例えばこれ見てみますね簡単そうに見えるんですけども H2 と H2 のアフターこういうものが存在してます ね、こういうアフターとかですねビフォーとかが存在してるのは多いんですけども少しねあの初心者に敷居が高いと思うのでこういうのは避けてデザインを選んでいかれるのがですね、あのー、すごくねいい方法だというふうに思いますただ一応ね知りたい方もいると思うのでちょっと説明だけはしておきますねはいじゃあこれに変えてみますこれに変えたかったらここをコピーしてその後外観のカスタマイズ ここから先ほどの追加 CSS で入れてあげますね。入れてあげます。ここまでは一緒です。ここまでは一緒なんですけども、これだけじゃデザインは変わらないんです。ほとんど。ね。プラスアルファ、こっちが必要なんです。アフター。じゃあこれをどうやって入れるのか。ま,あ、まずこのまま持ってきてもらって大丈夫です。今回特に H2 ですしね。 この下に入れますでここここをまるまるコピーしてきてアフターの手前に入れてあげますそうするとドットメインセクションタイトルと H2 のアフターっていうふうになりますこれネットって意味なんですよこのねカンマがということはこっちも入れてあげた方がいいですねこっちドットメインタイトルのアフター と H2 のアフターこの辺がね、少しね、難しくなってくるポイントにもなると思うんですよ。ね。えー、理解ができてないとですね。ただまあ、なんとなく気合でね、頑張れそうな方は、これ見てね、やっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。これ。で、公開します。こうすると、ね、ちゃんとデザインがつきます。はい。河川がね、あのー、難しいわけじゃなくてですね、下線に対して、 グラデーションをかかけるっってのがね少し難し難たりすするんですよでよただねどれが難しくてどれが難しくないかなんて判断つかないじゃないですか。判断つかないと思うのでこういうとこポコポコ開けていただいてアフターとかビフォーがなければ簡単。ね。アフターとかビフォーがある場合これも簡単ですねだから。はい。でアフターとかビフォーがある場合はちょっと難しい。これなんて3つも4つもあるからちょっとかなり難しいですよね。はい。こういうのは避けてあげる。 ね、我慢今は我慢ということで避けてもらってこの辺ぐらいだったらね簡単かなと思いきや結構ね2つあるので難しいですただチャレンジできない範囲じゃないと思いますのでこの辺ぐらいまではねチャレンジしてみていいんじゃないかなと思いますじゃあちょっとここまでやっときますね今回こっちね H2 側にはここまででしたよねこうやって入れてあげるそしてこっちビフォアの方は もうさっき作ったからですね。あ、ダメか。さっきのアフターか。こうやって入れてあげる。で、ここがアフターなので、ビフォーに変えてあげる。はい。これで公開して、見てあげるとですね、このデザインもなんとできちゃうということで、はい。 こんな感じでですね、デザインはいくらでも変えていくことができますし、ちょっと最後にじゃあここまでやっていきましょうか。今 H の2をやりました。ね。で、H の3やります。せっかくだからね、こっちからやりましょうか。右クリック、検証。そして、こっちを選ぶですね。こっちを選んで、こっちを、ここ、これをクリックしてあげる。 とここに出てきます。ね、メインセクションのサブセクションの H の3っていう風になってますね。じゃあサブセクションタイトルと H の3。危なかったですね。さっきのコピーだったのでなんか不具合が出てたかもしれないですね。はい。さあここに持ってきます。 サブセクションタイトルと H の3に対して今こういうデザインが入ってますよということで。まあ,あの特にね、ボーダーがね、厄介なことを起こしやすいです。先ほどもね。なのでボーダーは仮にノーンにしときますね。で、ここからデザインね、始めてあげるとやりやすいかなというふうに思います。はい。まあこの段階で一旦見ときます。ボーダーノーン。おっと、なんか残っちゃいましたね。これあの2段階になってたでしょう。 こんな感じで、ね、途中までが濃い色で途中から薄い色って2段階になってたんですけどもこの2段階も実はビフォーアフターがね関係してくるところなんですよ。でこれがね難しきとこかもしれないですね。さあどこに書いてるかなここか。ねタイトルアフターの H の3にこれが入ってます。 ということで、ここもコピーして持ってきます。この辺が少し難しく感じるかもしれないですね。はい。ではね、サブセクションタイトルのアフター。ね、H3 のアフター。これに対して、とりあえずノーンを入れておきます。ノン。ディスプレイノーンだな。ディスプレイノーン。これで消えます。 はい消えましたでこの状態にしておきますまあプレーンな状態にするっていうことですねでこの状態から見出しデザイン今回何にしましょうかねあ先ほどのと同じもちょっと尺だなあせっかくアフターがあるのでこれにしてみましょうかまずここ H の2だこの中身だけですね中身だけでここに入れてあげる 続いてここアフターのここですねここをよいしょコピーしてここに入れてあげるはい何かねちょっとおかしくなるかもしれないですけどまあとりあえずやってみますねこんな感じあ無事うまく入りましたね下線入ってたっけな えーっとですね下に線入ってないですね。でもこっち下に線が残っちゃいましたね。だからこの線だけ消してあげなきゃいけないと思いますので。ボーダーボトムノン。これでうまくいくんじゃないかなと思います。ちょっとやってみます。 うまくいったのかななんか薄いのが残ってるぞ。はい。こういう風にして、ちょっとずつちょっとずつ調整していきながら、自分の好きなデザインのものに変えていく。ね。で、まずは簡単なものから。ね。簡単なものっていうのは、アフターやビフォーがないものから。そしてそれを自分で手打ちで打てそうな人は手打ちで打っていってもいいです。ね。手打ちだとちょっとまだ自信がないなという方は、先ほどの、あの、こういうサイトですね。サルワカっていうサイトとか。 ね、このジャジャーンっていうサイトとか見出しデザインって検索して上の方に出てくるものからですねあのー、チェックしてもらって入れてもらえるとですねすごくいいサイトができるんじゃないかなっていうふうに思います今回はこちらね、ワードプレスで自由に見出しを変える方法ということであのやっていきたいなっていうふうに思いますということで早速ダッシュボードに行こうと思うんですけどもまああの見出し ですね。あの、自由に帰れずに困っている人、悩んでいる人ってね、結構多いと思うんですよ。ね。で、今回はそんな見出しを変える方法、まあ、あの、あんまり簡単かというとね、そうでもないんですけども、やっていきたいなというふうに思います。まずですね、見出しを作っていきますね。はい。じゃあ、まあ、見出しテストということで、見出しのテストをね、していきたいというふうに思います。 で一番上、ここがですね、H1 っていうですね、見出しになるんですけども、あの、大見出しって言われる部分ですね。で、見出しはそれ以降はここで作っていきます。ね。で、通常、ここに見出し H の2。これ H の2ですね。はい。で、続いて H の3。H の2がね、あの、文章を書いていく上では基本になっているので、 h のね、3とか4とかに変えるときは、ここで変えます。ここ。これ、あの、中見出しっていう文ですね。中見出し。これ、込み出し。ぐらいの立ち位置になりますかね、h の3が。で、それ以降もね、使うんですけども、基本的にはここまでがね、よく使うと思ってもらったらいいんじゃないんですかね。混み出し。中見出し、込み出し。はい。 ではこれを一旦公開しますね公開,公開してそのページを見てみるとどうなっているかっていうとこういうふうに見出しが H2H3 の2、H、の3ここが見出しが H1 の1ということでこのテーマ テーマに合わせた見出しというのがついてます。なので、自由自在にはですね、まあ、テーマ次第なので、なかなかなってないというのが現状だと思います。で、ここからなんですけども、まず、この H の2、H の3、H の1がですね、あの、ここが一番難しいかもですね、何やのかを見なきゃいけないんですよ。これが、右クリックをして、検証というボタンが、えっ、ー、と、Google Chrome というですね、 あのブラウザを使ってるとあります。Google、Chrome 使ってると、この検証というボタンがあるので、この検証を押すと、隣にですね、まあこ、ちなみにここで、ね、スマホと、ね、パソコンを切り替えれるんですけども、こういうね、コードがたくさん出てくるんですよ。でこれを覚えろって言われると、まあ、なかなかねあの、初心者の方には難しかったりするじゃないですか。ね、でもね、少しね、簡単にやる方法だと、これ、こっちはね、スマホ切り替え。 こっ,ちこっちのボタンを押すといろいろ出てくるでしょピコピコってピコ,ピコピコっていろいろ出てくるんですよ。ここで見出しの2に合わせます。そうすると H の2って書いててなんかいろんなねあのカラーとかフォントなんてことが書いてたりするんですけどもこれを押しますクリックまだ押してないんですよクリックしますクリックするとここに出てきます。 ドットアーティクルハイフン2スペースかスペース2ドットアーティクルスペース3とか出てくるんですけどもこれはドットアーティクル H の2っていう風な名前がついてるよっていうことなんですねなのでこっち側ねここだけ色が濃いでしょうじゃあ3の方を見てみますね33をクリックするとドットアーティクル H の3の方が黒くなってますよね これはね、ドットアーティクル H の3という名前がついてるということです。で、これがね、余白だったりとか、いろんなことがね、書いてるんですよ。いろんなことが書いてるんですけども、ここまでね、覚えろって言われるのはちょっと酷かなというふうに思いますので、まあ、まずここをコピーします。コピー。ここからここまでずらっとコピー。あ、ここしかできないのか。まあいいや、コピーします。で、カスタマイズというところに行きます。 追加 CSS。この追加 CSS っていうところに入れていくと、どんなテーマでもね、上手にいけるんじゃないかなと思います。ちなみに今使っているこのコクーンっていうテーマ。このコクーンっていうテーマでは、ドットアーティクル H-2 なんですけども、テーマが変わると変わります。はい、まずこれ入れますね。ドットアーティクル。いっぱい出てきましたけど、無視して消しますね。で、この状態。ドットアーティクルスペース2っていう状態にします。ここで、ふにゃふにゃの括弧。ね。 ふふにゃふにゃゃの括弧これ入れれますふふふふににににゃゃゃゃののスタートふにゃふにゃの括弧閉じるこれをねあの CSS ではねこういうふうに書くんですけどもでここから見出しのデザインはタカ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 って打っていくとできるんですけどもそれができないから困ってるんだよっていうのがねこの動画のテーマなので、えー、見出しデザインで検索しますそうするとね2サイトぐらい立派なのが出てくるんですよこのジャジャーンっていうとこと。 猿若くんっていうところ。これどっちも優秀なのでどちらでもいいと思います。はい。そうですね。まあ、この猿若くんってとこ見てみましょうか。これね、可愛くてわかりやすいので。で、ここに好み出しのデザインがいいっていうのを見つけるんですよ。 そうでここから難しいですこのおしゃれ系デザインからはいろいろ難しくなってくるんですけどこの手前までは簡単です簡単これにしてみましょうか左側に線があるものコードを表示すると H の1に対してふにゃふにゃのカッふにゃふにゃのカ閉じる同じようなのが出てきますねでパディングカラーバックグラウンドボーダーレフトなんて書いてあるんですけどもこれをコピーしていきますコピー で、先ほどのカスタムのところのアーティクルの H の2に対して入れます。そうすると変わったの分かりますか変わったの。あとはちょっと調整をしなきゃいけないです。この調整はね、まあ、数字なので、大きくしたり小さくしたりすると少しずつね、分かってくると思います。ので、あの、好きにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、カラー、白。ね、バックグラウンド、トランスパレント。 ね、ボーダー文字色白じゃない494949 49 49って色ですね例えばこれをねわかりやすくするとレッドなんて入れてあげると真っ赤になりますはいで色はですねどこから持ってきたらいいかっていうとカラーネームで検索しているといいですねカラーネーム カラーネームで検索すると、まあ、カラーネーム140色ということで、あのー、わかりやすい色がいっぱい出てくるんですよで。この色の中のここの部分、スカイブルーとかアクアマリンって書いてある部分、ここを使ってもいいんですけども、まあ、今回ここ使いましょうか。ここ。シャープから始まる6桁の あの、数字というか、まあ、英語と数字が組み合わさったもの。これね、16進数っていうので書かれてるんですけども、まあ、詳しい話はさておき、この色に変えたいとしますよね。これ、シャープからまとめてコピーします。まとめてコピーして、ここにシャープで書いてある。このシャープで書いてあるところを消して入れ替えてあげると、こういうふうに変わります。ボーダーもそうです。ボーダーレフトって書いてるので、左側。レフト、左側だけがついてるんですけども、 これがソリッドっていうのは実線って意味です実線実線なのでこれを例えばダッシュに変えると点線に破線になったりとかしますがまあまあソリッドのままでいいんじゃないかなと思いますね難しくなるからですねこのままでいいんですがはいでここの色ここも変えてみましょうか同じように変えると色が変わります 太さ変えてみましょうか太さ10ピクセルなんてするとすごい太くなりましたね太くこういう風に書いてあげればうまくいきますまあもちろんねうまくいかないこともあるんですよ例えばじゃあこれそのままやってみますねそのまんまアーティクルの H の3っていうところにコピーして持っていきたいと思います H の3同じようにやったのにちょっとうまくいかないですよね これなんでかっていうと、もともとアーティクルの H の3っていうのは、もともとこういうところにも線が入ったりしてるんですよ。だからですね、うまくいかないんです。そういう時は少しね、技術がいるんでね、そこがね、ちょっと困るところになると思うんですが、ボーダーレフト。ね あのーボーダーボトムとかですねボーダートップなんていう言葉で変えてあげるといいですねちょっと見てみますねおっと H の3こういう時はもう仕方がないのでちょっとここだけ難しくなるんですけどもボーダートップ ボトムノーンってするとなくなりますね。なしよって言うんですね。ボーダートップ。なしよと。ボーダーライト。なしよ。 こういうふうにね、ちょっとずつね、修正はしていかなきゃいけないところはあるんですけども、まあ修正がね、必要ないようなデザインを選んであげて入れることがまずは第一点。で、どうしてもこれが入れたいんだっていう人はですね、あの、コピペして持ってきた後に一生懸命修正できるところだけ修正していく。で、ここで作ったデザインっていうのは、見出しのデザインですね。これずっと使えるんですよ。あの、まあ同じデザインにすることはあまりないので、ちょっと別のデザインを一個入れときましょうかね。 H の3はそうですねこれにしましょうかボーダー多分邪魔してくるよなおっとこれが邪魔してきてあそうかトップとボトムをなしにしちゃったから トップとボトムを復活させてねその代わりボーダーのライトレフトこれを消しましょうかこれノーンにして消します消えましたねはいでデザインが2つ出来上がりましたのでこのまま公開しておきますそうするとどうなるのかっていうとですね 今後使うデザインも全部それれが適用されますちなみに今までのページのデザインもそれが適用されていますこれ、ね、テーマによってはこの段階では、ね、反映されてないってことはあるんですけども、まあとあとちゃんと、ね、反映されているので。 あっ H の3まで入れましょうかねこれでほらさっきのままでしょデザイン変わってないこれねもう本当これもテーマによってですねその辺はあまり気にしないで見てみますほら新しく作ったとこでもこのデザインが適用されている ということでね、今回のテーマはこちらですね、えー。ワードプレスで見出しを自由にデザインの2回目ということで、まあ、今回は実例見出しデザイン初級10連発という風な内、ね、容にしております。まあ、ここからでもですね、見ることできますし、ここからね、もっと初級のことが知りたいなっていうことはですね、あの、見出しデザインのね、第1回目レースをね、見てもらえればいいなというふうに思います。ただ今回はですね、ちょっと内容としては違うので、今回からでもですね、どんどん見てもらって、全く問題ない内容になってるかと思います。 では早速、ダッシュボードに行きたいと思います。こちらですね。はい。では、今回は、見出しデザイン10連発ということでですね。まあ、あ CSS を使ってデザインを自由に、ね、作っていこうと。ね。ワードプレスと CSS 両方使ってね、やっていこうという風な内容になっております。えー、はい。見出しのデザイン初級10連発という内容ですね。 では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 はいまず見出し出していきますね今回はまあ H2 の見出しでいきますね見出しねまあ見出し H2 じゃなくてもいいのでまあ見出しでクラスをね今回もつけておきますはいえー、パンダ見出しパンダ H にしようかなはいうん01 で、見出しパンダ見出しゼロニーエイチゼロニ見出しパンダエイチのゼロサンミダ パンダエッジのゼロはいで見出しパンダ H のこれコピーしましょうかねもうねコピーいいにはならないのかそうかそうかこの辺から複製ってあった気がするんですけどね複製ね複製複製複製,複製 この機能も便利がいいですよね。でどこまで作ったかな？三四しここだ。お複製は効かないんだねここはね。はーいパンダ H のゼロ五パンダ H のゼロ六パンダ H のゼロ七パンダ H のゼロ八 1>, パンダ H の09 1個足りないはいでこの下にじゃあラストですね見出しを複製して、はい、ちゃんとできるよねやっぱねはいということでえー、っと見出しデザインが10個できましたはいまずですね内容見てみましょうかさあ投稿を表示してこのページを見てみたいと思います え、見出しが10個並んでます。そうだ。これもう見出しをちょっと変えてるんですね。変えてるのと思うので、ここに、ほうほうほうほほ。スパン。なんでスパンが絡んでくるんだこれ。スパン IDTOC の2。ほー。なんか入ってますね。困ったことに。そうか。 ミシしミシュミシュミシってやってますね。まあまあいきましょうか。ね。パンダ H の01。ね。アーティクルの H の2。ここでなってるようですね。ここ。OK。ということで、外観のカスタマイズ。ね。まあ、今回も、ね。あのー、追加 CSS からやっていきますので、あのー、まあちゃんとね、わかる方はですね、小テーマのね、スタイルシートの方に書いていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。で、前回ね、やってるので、どこかにもうね、 あるんじゃないですかアーティクルの02アーティクルの02これだねなんかいろいろ書いたやつがありますね消しときます消しとくと見出しもちゃんと消えた状態で出てきますはいでここのねアーティクルの02っていうのがですねこのテーマの場合の,あの見出しなんですよね H の2はいただ それよりもアーティクルの中のパンダ H の01これが見出しになっているので一番上のね見出しになっているはずですまあそれちょっと確かめる意味も含込めてですねなりますね無事ねはいではいきます まず見出しデザインをする前にする前にですよ,よいしょ。一回リセットしておきましょうかね。H の2に対して。こっちらが分かりやすいと思うので、ボーダーね、バックグラウンドなしにして。でちょっと太,、うん、太い字ぐらいはいいですかね。このシンプルな状態にしておきます。で、ここからまず下線デザインですね。下に線を引く。 下に線を引く時はボーダーですボーダーボトム、はい、のじゃあそうですねじゃあ3ピクセルぐらいにしましょうかソリッドねブラックはいこんな感じでちょっとパディングマージン0にしとこうかなはいこんな感じで並んでるとしますねで H の1ここにあ次はじゃあパディングですね パーディング20ピクセルというふうにしてあげて、あの隙間をね、上下と左右に開けてあげる。これぐらいでいいんじゃないですか第1弾としてはね。で、この下もちょっと寂しいですよね。下も気になるので、マージンはボトムだけ入れましょうか。マージンボトムの20ピクセル。うん。30ピクセルぐらい入れようかな。はい。 ということで、見出しで、見出しデザインを1個目というふうな感じですかね。はい。続いて、アーティクルの H の2、アーティクルの、ね、パンダ H の2。ここに対して、今度は、上下に線入れてみますね。上下に入れたい場合は、ボーダートップにもですね、3ピクセル、ソリッド、ブラック。 でボーダーボトムにも3ピクセルのソリッドブラックでパディング20ピクセルはいパディングがあのボーダーよりも内側の余白というふうに思ってもらったらいいですねでマージンがボーダーより外側の余白です外側 いいですね2つできましたで次はといってもこの調子でやると10個すぐ終わりそうですねまあまあまあ次いきましょう次はねアーティクルパンダ H-03 今度はですねそうだな違うちょっとデザイン違うボーダー引いてみましょうか違うボーダーねボーダーボトムでいいと思うので ボトムでソリッドって入れるんですけどこれソリッドって実線って意味なんですよ実線実線以外にもねあの線はいくつかあるのでそれを見ようかなっていうのがねあるんですがダッシュってやると破線になります破線でドットとするとドット点線点線でダブル 二重線こういうふうにソリッドダッシュドットダブルね四4つの書き方からですねあの線の種類をね選ぶことができます破線にしておきますね初めにした破線でちょっとねもうちょっと分かりやすくしとく大きな破線にね5ぐらいの破線にしておきましょうかコピーこれね大きくするとねめっちゃ大きくなるんですよどこまでも まあデザインとしては使えないですけど、はい。5ピクセルぐらいのね、ちょっと濃いめの、太めの破線にしておきます。で、今回色まで変えましょうか。色も全部ブラックで来てるので、これをですね、まあまあまあ、そうですね、ゴールド。ね。スカイブルーですね。なんて色も変えることもできます。オレンジ。レッド。 グレイとかですねゴールドにしておきますねはいでは次に線と背景を両方とも使うみたいなね内容にしていこうと思いますまあこれもねよく見るんですけどもよいしょ4ボーダーをレフト左側にボーダーをつける 左側にボーダーをつけてそのボーダーを太くする。とですねこう立派な見出しになるわけですよしっかりとしたですねでこれだけじゃなくてボーダーを下にもつけるねボーダーボトム下はちょっと細めにしましょうか。 2ピクセルとかソリッド色は一緒かちょっとグレーみたいな色でもいいと思うので薄すぎるかな薄いなさすがに濃いよなじゃあ同じゴールドゴールドちょっと尺だなうーん CCC とか言ってみますか ね、はいでちょっとこっちが太いので10とかにしてあげてこっちを5ぐらいにしてあげましょうかこうするとこことかね結構見いや分かりやすいんですけどこういう風にねちょっと両方ともざっちゃうんですよねうんこれねぴったり同じ数値にしてあげるとこういう風に綺麗にね斜め線が入るようなデザインになったりします だからちょっと立体的に見えたりしますよね。立体的に。これは6ぐらいにしといて。倍サイズでいきましょうか。ね。6の12とかで。うん。で、これにですね、バックグラウンド、背景も入れてあげるんです。バックグラウンド。ちょっと薄めの背景にしましょうか。薄めの色の背景。もうちょっと薄い方がいいな。 薄いんじゃないですか薄いからいいってわけじゃないんでしょうけど色まで変えてみましょうかねカラーいまいち感はまあまあまあありますがねえー、っとカラーこんな感じはい左側に まあ線をつける、まあ、左側だけでもいいです。で下にも線をつけると、ここがね、角がこんな風になる。ね。で、さらに背景までちょっと今回はつけてみるというのをやりました。超薄くね、ライトイエローなんて入れてみてもいいんじゃないですか。あ、うん、こっちのがまだまだ個人的には趣味かなというふうに思いますね。はい。では次にいきます。次は、 ちょょっと丸くししてみましょうかね,角を,ね角を丸くするようなデザインとかいいんじゃないですかねはい背景を入れてその背景の色を丸くしてみたいなというふうに思います、えー、5番5番5番はまず背景入れましょうかバックグラウンドで薄いグレーを入れましょうかね はい、でもうここら辺はねパディングはねもともとつけてたんですけどもう一回ここからつけ直しますねパディング20ピクセル、ま、マージンマージンはボトムだけでしたねつけてたらボトム30ピクセルあいいじゃないですかね、はい、でちょっと分かりやすいように色一旦レッドで濃い色にしておきますでボーダーラディウスっていうのがあるんですよボーダーラディウス でボーダーラディウスを10ピクセルってやるとちょっとだけ丸くなりますこうやって、ね、ちょっとだけこれ20ピクセルってやるともっと丸くなります30ピクセルってやるともっと丸く40ね5060分かりますか途中からもう変わらないんですよねもう限界値まで来るとそれ以上変わらないですはいこんな風に丸くしてデザインちょっとねいい色をきれいね しててあげるなんてこともできますこういうデザインもよく見ますね。はいちなみにですねよいしょ。わかりますか上だけ丸いみたいな下だけ四角いみたいなこうするとこ,こっちが丸くてここも丸くてここが四角いみたいなねこういうふうに位置を決めることができます。50の0の50の ゼロみたいなねここここみたいなこととかですねはい、まあ、いろいろなことがねできますのでそれもねちょっと試してみたらいいんじゃないかなというふうに思いますはいではですね次に行きますね次は次は これで、ね、今回初級ってやってるからですね。あ、ボックスシャドウとかいいですね。ボックスシャドウ。よいしょ。こうかな。はい。よいしょ。まず、ちょっとこれもここコピーからいきますね。コピーから。コピー。ただ、 おっと !6 の位置がずれてるっていうちょっと悲しい話はありますがまあ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 いいんじゃないですかねよいしょはい6ここからですねボックスシャドウっていうのがあってボックスシャドウねよいしょ例えばボックスシャドウを5ピクセルの5ピクセルの あ、もうつきましたね色がね0のうんまあ今回ブラックになってるのかなブラックなんてやるとはっきりした形のねあのシャドウ影ができますねまあこれもねいろんなのがありますわかりますかボケたでしょぼやーってぼやーってねっ ゼロにしてくっきりさせてあげることもできれば少し通知を入れてぼやけさせるもっとぼやけさせるね、さらにぼやけさせる上にまでついてねぼや,ぼやけが強いとね、上にまでついてきてねはいというふうな形でですねぼけさせたものをねつけてあげることもできますこんな感じ寂しいな色つけてあげようかな オレンジ同じオレンジだとちょっと無理があるもんなだからゴールドとかですねイエローは分かりにくいなグレーねとかはいいかもですねはいはいということで見出しにボックスシャドウまあボックスシャドウはね あのー、あ入れてた方がいいですもんねよいしょよいしょいっかその辺はまたうんあのブラウザによってですねこう うまく使えたりね使えなかったりするやつってあるんですよ。でそれの関係でちょっと入れてます。ね。これねなんか説明してもいいけどまあまあまああのー、ボックスシャドウが使えるブラウザとボックスシャドウが使えないブラウザとか。 ね、あったりするんですよ。でまあそれがですねもう使えるようになってるよっていうパターンとかもあったりするので何とも言えないんですけどもで今ちょっと今回別に特に調べないですしあのなので、まあ、一応ねこういう風にね入れてあげたりとかします。こうあの使えない時にこうやって使っていくんだよみたいなやつですねまあまあまあ外しときます。今回のちょっとあれとはそぐわないのでねこういう風なもの。で次7個目。 7個目何にしようかな。グラデーションとかいきますか。グラデーション。ね。グラデーション。グラデーションくらいまではいいんじゃないですかね。だからこれ見出しを初級編みたいに今回してるんですけども、初級編にしてる理由として、あの、ビフォ o r とかアフターとか使わないもの。要はですね。例えば、そうだな。 そう、見出しの前に何かをつけたいものとか、ね、えっと、あと見出しを吹き出しのような形にしたいものとか、あの、ドックイヤーみたいなものがついたようなものにしたいとか、そういったものはですね、次、また別のね、中級編みたいな感じでやろうかなと思ってるので、今回はそういうのがついてない形の見出しシリーズ。 ね、10連発って書いてですね。で、今度はグラデーションいきますね。グラデーション。グラデーションをね、直接入れてもいいんですけど、グラデーションはね、コピペして持ってきた方が早いんですよね。まあ、グラデーション CSS とかでですね、あのー、探してくる。持ってきてあげるんですけども、この辺で見ても面白くないですよね。分かりにくいしね。うん。そうだな。まあ、いいか。この辺から。 持ってきますかよいしょバックグラウンドイメージとかでよく入れるんですけどもバックグラウンドで入ってますねよいしょ赤いなうん こちらが分かりやすいななこの辺の辺方がなんか1個おしゃれなやつね持っていきましょうかこうやってねコピーして持ってくれるところあるんですよこうやって,やってねちょっとそういうとこから持ってきてみますねそうバックグラウンドイメージねこの形で入れてあげることの方が多いと思います でこれライナーグラディエントっていうのがねあのグラデーションっていう意味ですで、まあ、パディングちょっと先に入れておきますねパディング20ピクセルマージンボトム30ピクセルですねはいそしたらねこれオレンジみたいな色からピンクっぽい色へ これ斜め135度ってやつですね。135デックって書いてある。これトゥーライトとかにね、してあげると、また変わりますね。で、ちょっと分かりやすい色にしますね。レッドからブルーへ。レッドからブルーへ。みたいな形ですね。はい。10%時点で。こうやったら50%時点。 20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、90 99%と1%みたいなね、はい。こういうふうなね、パーセントつけてあげることもできます。パーティーラインなしでもいいんですよ。レッドからブルーウェイとかってこういうふうにパーセントなしでね、つけてあげても麗にあに、のー、グラデーションしてくれます。これぐらいがシンプルな形ですよね。 トゥーライト、レッド、ブルー、トゥー、トップとか言ったら上から下、ね、ボトム、トゥーライト、レフトとか、はい。こういう風に。で、さっきのが135デックって書いてあったじゃないですか。これ45とかでもね、いいんですよ。 2がいいいらない、ね、はい、45度になってるの分かりますかね90度数値をね調整してあげるといろんなね角度のですることができます、まあ、この辺もね覚える必要は特に特にしばらくはないんじゃないですかねはい コピペてて持っっくるよううな感じででもらったらたいいと思うので次ね単純にコピペしてちょっと2つぐらい持ってきてみますね。8。まずちょっと余白をつけておきます。その上ではいこういう先ほど紹介したようなまあ紹介もできてないですよね。 グラデーション CSS とかで検索すると、このおすすめ CSS グラデーションジェネレーターみたいなね、のを出してくれてたりする人とかいたりするんですよ。そういうところで、あのー、まあ、今回一番上にあるやつ使いますね。一番上じゃ2二番目か、これ。まあまあまあ。こういうふうに出てくるんですよ。で、これコードがね、コピーできるよ、みたいな。これダウンロードもできるよ、みたいなものなんですけども。 まあ綺麗な色なんか一個持ってきますねさっきとちょっと違うのがいいな3色ぐらい入ってるやつとかないのかなあると何かと分かりやすいんですけどもあこれ結構ないの OK じゃあこれにしようはいねっ バックグラウンドイメージライナーグラディエント135デックでこの色10%までこの色100%でこういうふうにきれいに色がね変わっていくような見出しができるというふうな形ですねはいじゃあね次は結構いろいろ作りましたよね下に線両方に線ね下の線をあの破、ー、線にするとかですねでこういうふうな形で背景も入れて背景に えー、っと影を入れたりとかグラデーションをちょっと2パターンぐらいねやってみましたでグラデーションはねちょっと3色とかね4色とかもできるのでそれも見せたいなーなんて思ったんですがまあまあまあそこはうんちょっとここまでにしときますでグラデーションを背景でいら入れるのはこうやって結構ね簡単なんですよただあのー、線この線 ボーダーですね下のこういう線線でねあのグラデーションを入れるのは結構難しいですなのでまあ中級の時にでもやろうかなとは思うんですけどもあのー、単純にはいかないですえー、なんでボーダーにグラデーションをかけたらいいじゃんっていうのが今のところできないんですよできないからいろんなテクニックを使ってやりますあの途中で色が変わるようなねあのボーダーのデザインも同じような感じですね、あのー、ちょっと難しいちょっと難しい感じで、ね じゃあ,あと2つで何をやろうかというとそうですねはいよいしょで例えば9個目もう1個だけちょっと技出しますねグラデーション使おうかなはい、まあ、グラデーションまでさっきと一緒にしましょうかじゃあ ここまで一緒一個並んでる感じになりますね一緒だからでここにさらに足したいのがトランスフォームっていうねトランスフォームわかりますか斜めになってるのわかりますか ねまあ、見出しのこの中の文字だけ斜めにするのとはね違ってこのこういうところもね含めて全体が斜めになってるようなねあのデザインっていうのもねできたりします。ということで最後に9個目終わりね最後にまあいろんな技を全部ちょっと使いますねはい、まあ、復習も兼ねてそうですねボーダーも入れましょうかまずね。 その前にまずパッディング20ピクセル、えー、マージンボトムマイナスマイナスじゃない30ピクセルはいこの上でいきますねボーダートップ5ピクセルソリッド ブラックおを上線この上線だけのデザインもよく見ますよねボーダーボトム5ピクセルソリッドブラック個人的にはねこれ結構好きなんですよね上下に線が入ってるだけの見出しってうん ままあまあそうは言ってもね、うん、一番上の方でで出したでしたょこれ結構好きなんですよね。で僕ね太い線が好きなのでこれぐらい太い線とかねもうちょっと太い線でもねいいんじゃないかなって思っちゃうぐらい。バックグラウンド。ライトイエロー。背景がつきました。 これボックスじゃないからシャドウを入れてもなあって思うんですがまあまあまあうんこのまま丸くするなんてこともできるんですよボーダーラディウスねボーダーラディウス40ピクセルとかね変でしょう変だけどこんなこともねできたりします30とか20とかねはい あのボーダーで丸くなってるけどここにボーダーがないからねこうシュンってこう集計どんぼみたいうシュンってなっちゃうよねはいこ,こで入れないね入れないうん実際はこうやってああこうなのかじゃあこれはやめとこうかなとか言いながらですねあの見出し作っていくとまたねあの覚えたり結構覚えが良かったりねしていいんじゃないかななんて思ったりしますうん ちょっとここ色入れちゃおうかなあせっかくだから新しい色入れようこの辺の可愛いい系の色ですかねまあ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 あんまりいいとは思いませんがはい なんかいろんな技を混ぜこぜにしながら、えー、っとデザインしてみました。はい、ということで今回は、えー、見出しデザインを自由にの初級ということで10個の実例をねあのー 実際にねコードを打ちながらいろいろ紹介してみましたので是非ね何かの参考にしてもらえればなというふうに思います、まあ、このコードもですね、まあ、参考程度にしかね使えないものもありますけども、あのー、これも合わせて一緒にあの載せておきますので、まあ、何かしらの参考にしてもらえればなというふうに思いますということで今回はここまでにしたいと思います。 思いますはい、それでは本日も良い一日をお過ごしくださいありがとうございましたいいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなという風うに思います概要欄にも参考された情報を載せていますので合わせてご覧くださいということで今回はここまでです